はい。なんでこんなことになっちゃったのかと。日に日にその事件を見てると、不思議でならないです。うん。親が子を殺し、子が親を殺し、他人が他人の金財産を奪い、秩序が無茶苦茶になって、ね。恋愛のむつれから殺し、ね。金が欲しかったら殺し、奪う。ね。なんなんだろうと。まあね。 少し前までゆとり教育っていうものがあって、まあ私たちの時は管理教育だったんですよ。管理教育が一気にゆとりになって、じゃあそれじゃあ,あのまま管理をしていて、たらどうだったかっていう話もありますけど、まあ、その振り幅、振り方が良くない。うん。で、ゆとり教育が収まって、また今ね、詰め込みではないけど、教育が変わろうとしている中で、えー、一番問題なのは、 学校の先生たちの教員のその時間、教員に対してのケアっていうことがなかなか大変で、えー、280人ぐらいの採用で、200人ぐらいが採用にならないとかい、あの、やめる。一応試験は受けるけど、なんかもうほとんどのせ人が教員はしませんよってなる結果、それはこんな激務で、えー、低賃金中、重労働、 のことを誰がやるんだって話になってきますね。今私がじゃあ教員やれって言われても躊躇しますね。100万とか150万もらわないとようやらないですわね。これね。100万以上もらわないとようやらないと思います。こんなのは。こんな大変なこと。うん。だけど、それが実際手取り2、30だよね。初任給。うん。少なくてもやっぱり、だ、大学出たて初任給で、うん、あの、100万っていうことはないですけど、 管理職、せめて教頭先生ぐらいになって、あれ、学年主任教頭になったときに、まあ、100万ぐらいにならないとやれない仕事じゃないかなと思います。なので、普通から50万ぐらいならないと合わないなっていう仕事だと思います。っていうのは、他の仕事もそうです。ね。まあ、そんなことは、まあ、ちょっと横に置いといてですね。あの、多様性っていう言葉。 がありますけど、いつからこんなことを使うようになったんだと。この多様性のおかげで、なんか勘違いしてるやつがいくらかも出てきてくちゃくちゃになってんじゃないかと。ね。多様性、ダイバーシティ。なんだそれってね。うん。とは、人種や国籍、性別、年齢、障害の有無、宗教、性的、嗜好、価値観など、様々な特徴や特性を持つ人が共に存在することです。また個人の違いを認め合い、尊重し合うことを指します。で、 それを一くたにしたら、こうなったっていう結果ですね。はい。うん。お年寄りが、頑張ってお年寄りが、ね、自分で、働いたお金で、ね、一軒を買って、ね、あの、普通に寝ていたら、もういきなりガラス割られて、あの、首絞められて殺されるっていう世の中が出来上がったっていうことですね。はい。ある一定の地域は、ね、なんか、あの、住んでもいいよって言ったら、こんな自分たちの宗教と価値観だけで、 ボートが、ね、溢れて、どうにもならなくなって暴れ出す。うん。そんなこと。自分の土地でもないのに土葬をしろとか、ね。そんなことをするような人たちが、この多様性で、ね。出来上がって、ね。あの、おっさんみたいな、おっさんが堂々と女子トイレに入るとか、お風呂に入っていくというようなことが、まかり通る恐ろしい時代になってきてる。ね。ね。で、その宗教というものが、ね。 えー、横行し、ね、力を持ち、えー、支持者、動員数を持って、与党に入り込み、宗教、あの、選挙を牛耳ったおかげ、ね、それがなくなって負けたって、わら、わ、あの、わかりやすい。ね。うん。統一協会がこうなって自民党が負けたのかどうか知りませんが、ね。 えって思う。ね。あれ、統一協会さんの、あの、協力がないから負けたんですねって言われてもおかしくないような状況で、右往左をしております。多様性の結果で、もうみんなバラバラでみんな好き勝手。どこも、えー、あの、安定過半数のことを持つ、もう、あの、持てることが、これが多様性の結果じゃないですか。いいことだよ。正解なんですよ。多様性にした結果、ね。支持政党も分裂してバラバラになってみんなが、 それぞれのこと。まとまらないのは当然ですよ。これは結果ですよね。うん。ねえ。で、ここです。競争レベルの性別や年齢だけでなく、真相レベルの価値、観や経験など異なる属性の人同士の関わりを求める必要があります。で、そんなことやってるうちに、私が見ていて思うのは、あの、本当にその人の能力なんていうのは、企業さんが見ていても、 測れないです。でも、点数だとか、その学校とか、そういう基準で合わせてやっているんで、当然、勉強だけできる人たちは優秀ということになってくるわけです。私、あの、塾の講師をしている人たちと喋ったことがあります。もう、デタらメですよ、と。勉強はできるかもしれませんけど、コミュニケーションが取れないんです。 その、勉強できるできないっていう以前の問題で。うん。ね、成績下がったね、なんて言おうもんなら親からそんな言い方しないでください。うちの子はできるんで、もう少し違う言い方をしてください。いや、そ、そんなこと言われてもと。ね、そういう感覚で行ける大学に行って、仮にその試験だけうまくごまかしてやったとしても、で、社会に出てどうなると思います つ、務まるわけがないんですよ。そんなものは。だけど、一定数、その、優秀だって言われる人が出て、自分が優秀だと思って、社会に出て、対人関係で全く何もできない。ね。いくら頭の中でブツ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 、これでこうで、あてでこうでこれでって文字書いて、ブチブチ,ブチバチバチ打てたとしても、うん、それは違います。私の考えはこうでありますっていうことが、一言も言えなきゃ終わりです。でも、そういうことを教えないですよね。 何もアメリカみたいにデイベートでこう討論をさせるっていう風にしろとは言いませんけど、ある程度そういうことを言えるような形にしないといけないですね。で、日本の学校でもやってるんですよ。でも私が思うのはもうちゃんちゃらおかしくて、定型文で喋ってるの。もう、ね。定型文で。もう、こういう風にしたら合格みたいなことじゃなくて、あの、会話をきちんとできるっていう、 うん、ことを、あのー、やれない子はいいんです。苦手な人もいます。みんなね、これも違うんです挨拶しましょう大きい声で。できない人はできないんですよ。したくないんです。私もそうです。おはようございますとか言いたくない。何おはようだおはようございますぐらいしか出ないんですよ。無理してたらおはようございますとかできますけど、好きじゃない。うん。もう。 それは、よくわからないけど嫌なんです。嫌なの。うん。それ挨拶したくないの別に。うん。誰かそれ構わず。ちっちゃい声だよ。ただ、えしゃくして、無視はしないでしょ。それ、それでいいんですもん。嫌なの。理由はない。うん。知らない人に挨拶なんかしたくない。うん。知ってて仲良かったらそこまでする人ないもん。うん。ね。なんかすごい仲、あの、そんな、あの、 部下が上司にっていうような感覚ならわかりますけど、なんかそんなこと、教養者おはようございます。まあ、ヤクザの世界でしますけど、それは、なんか儀式的なもんだから、それはそれで別にいいんですよ。ヤクザの世界のやつなんだ。もうそれ分かってるんで。それだけやってると、ヤクザの世界のそういうのってそれだけやってれば、それで、あの、完結していくんです。それをしなかったら敵意があるのか悪意があるのかってなるから、ちゃんと、 見て挨拶してれば、それはそれでもう、なんのコミュニケーション。刑務所もそこなんですよ。刑務所もどっちかって言ったら、刑務所は挨拶しちゃいけないです。ただ、目で、目で挨拶する。ウインク的なものをするっていうことだけで十分なんですね。うん。大人の世界ってそうなんだけど、一般の知らない人たちにそういうことってう、俺、私はあんまり好きじゃないです。うん。なんでか知らないけど。ね。そういう風だけど、一、その、 学校とか、ルール、そういうところに行ったら、それはしなきゃいけないじゃないですか。それは分かって私もやります。ね。嫌なことをやらないまんま、そのまんま、でも今のバイトとか会社だと、こんなこと言ったら、やめられちゃうから言えない。もうね、すごいっす。飲食店、高級店って言っても、本当に、うん、あれ地獄でさ、 高級焼肉店とか、高級料理店でも持ってくる子って、あの、バイトじゃないですか。この説明して言うんですよ。この肉が何々でもう一生懸命覚えて、もう言わなくてもいい言わされて、いやいや言ってるね。ね,ね。持ってくる順番間違えたり、ね。置くとこね。私、思いますよ。こっち並べて、で、置くとこないなら、手前で、ね。 置くとこ確保してから持ってこいよと。当たり前のことなんですよ、そんなこと。ほとんどできないです。もうファミレスなんか持ってて、どけてくれって言わんばかりです。ねえ。すっごいなと思います。でも怒りません。あ、そういうもんと思ってます。もう。でも、それもわからないでやっていくと、本当に、たかが運ぶことじゃないんですよ。ね。入るスペースがないのに、駐車しに行ったり、ね。 入れるスペースがないのに同行したり、これは人間関係も一緒なんです。本来あなたがここに入るべき、あの、ここにいるべきじゃないようなことになっている人間関係の中に無理やり入っていって弾き出される、あの人たちは私のことわかってるのは当たり前ですよ。集団や地域、コミュニティにも数っていうものがあって、何でもかんでも入ればいいってわけじゃなくて、適正人数、適正の場所、適正な 感覚、雰囲気があるんです。そんなの分かりますよね。6畳間に6人入ったらきついっすよ。2人、3人、仲良ければ4人、みたいな感じがいい空間です。それを無視して、私はこうだからって言ったところで、それはいい空気にならないんですよ。何でも。うん、だけど一人じゃ寂しいっていうことなら、やっぱりそこが分からないといけない。自分だけが気持ちが良くなればいいなっていう話じゃないんですね。う ね、そこなんです。そこで今話してるのは、そういうことが分からない人が、上に立って、ね、なんかそういうバイトリーダー的なこと、あるいは会社の主要ポストについて、地獄絵図のようなこと巻き起こってますよね。うん。それって、どうやって学ぶんですかそう、ね学べないからややこしいの。ね、これが、 もうちょっと前はどういうことをやっていたかって言ったら、社員教育とか、その、そういう人間向上、人間学ぶなんとかっていうことをお金出したりして、その、そういう育成や養成っていうものをしたんだよね。良くも悪くも。私もそういうの出たことで、何言っちゃえんだこれって思いながらでも、それは面白、半分面白い。そんな無理やんって言いながらも、 そのわけのわからない理不尽な誰かが作ったカリクラムを一回やってみるっていうのは面白いっちゃ面白いんですよ。ね。何日間の講習会とか、何日の何々みたいな。はあって話ですよ。で、そこで本気になってそこでもう入っちゃう人もいるんで。一生懸命って。だからこうありがとうございますおい,おい違うぞと。だからそういう人がダメになってくるんですよ。そういうことで点数がいい人がダメなんです私みたいに、 じゃないのって。<laughs> こんなおかしいじゃんって。おめえながら、はいとか言って、アホじゃん、あいつらって。と、多分そういう人たちもみんな駆逐されてますよ、今。ね。うん。ん言わないですけど、いろいろな、あいろいろな講師とか、いろいろなセミナーのことをいち,いちいちいちバカにしませんけど、おかしいでしょみんなおかしいの経験してますよね。なんか、変な講習会とか、変な勉強会とか、あれなんですかあれ。でも、 そのおかしな集団に入っておかしなことをやるっていうのも経験値ですよね。うん、ねえ。だから、それが一つ宗教だったり、変なコミュニティだったり、変なえ、え、何情報商材軍団だったりする。ねえ。ねえ。私ね、この前、この、 私がやる会合って場所があれなら、フードコートでやればいいんじゃないのみたいなことを言って、もうみんな爆笑してたんだけど、フードコートでイヤホンマイクつけながら <laughs>、みんな他人のふりしながら、もうあのフードコートでやれば会場費ゼロだよねみたいな。こんなもん、やらないですよ。やらないけどっていうふうになって、今のフードコートって私行かないからわかんないんですけど、新聞見てたら今のフ、今のフードコートが時刻得とね。 どういうことになってると思います子供たちが集まって、ね、中高生がギャーギャーギャギャやるのはまだいいと。一番困るのは何だと思います老人、年寄り、何やってると思いますフードートで。何だと思います書道。<laughs> 書道をやってるそうですわ。習字。バカじゃないの頭おかしくない 私、書道だけは、割と、見識があったり、きちんと教育を受けたり、そういう人がやるもんだっていうふうに、思ってたし、思ってたかった。やっぱり、綺麗な字ってなかなか書けないし、習字であれだけのことを書こうっていうのは、心も、ね、体も、ね、一応ちゃんと、こう、すごい清らかな心がないと、あの、 綺麗な字は書けないだろうと思ってたんです。絵っていうのは狂った人じゃないと書けないと思ってますんで、<laughs> やっぱりね,ね,ね。歌は心が腐っても上手な歌を歌います。はい。<laughs> 鬼畜のような人でもいい声は出ます。演歌の心がなくても演歌は歌えます。はい。心が軽やかで涼やかで美しくなくてもオペラは歌えます。<laughs> ただ、書道だけは、私は信じていたのです。書道が上手な人は、本当に心が清らかで、ね、常識があって、日本の心を持ち合わせた人、こんなもん、クルド人は絶対書けない。ねわ <laughs> かりません、ね、クルド人って上手い人いるかもしれない。中国人は、うん、最近の中国人書けないんじゃないかっていうふうに思ったりはするんですけど、習字なんて、書道なんてできないんじゃないか。わかりませんけど、そう思ってたところに、 なんと、フードコートで一番迷惑な書道をする人。おかしいでしょ、それ。ね。おかしい。おかしすぎる。狂ってる。もう終わり。もうね。そうなんですって。ね。何かがもうおかしくなっていますよ。ね。日本の文化が。もう根底から崩壊していく様をね。私はね、もう笑いながら見ていこうと思っております。以上です。